注目のデリフト、今リーグで一番ゴールを決めている選手ですから、サポーターも期待してるでしょう。サッカー中継をご覧の皆さん、こんにちは。今日の実況と解説は西岡明彦と福西崇史さんの2人でお届けします。はい、どうかよろしくお願いします。今日のアウェーチームですが、今シーズンは非常にいい守備を見せています。いつも相手に仕事をさせませんよね。今日もそういう展開になりそうです。ホームチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。これは攻撃的な4-5-1です。前線の選手の役割が重要です。アウェーチームの先発メンバーはご覧の通りです。前半キックオフです。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。タディッチ、ニコラス・タグリアフィコ、マタイス・デリフト、タディッチ、ここで折り返したい。パスで完全に崩しました。このシュートはどうだ。惜しいシュートでしたが、枠の外へ飛びました。ドゥシャン・タディッチ、デヨンク、マタイス・デリフト、ダレイ・ブリント、パスをじっくり回してディフェンスのほころびを作り出そうとしています。勝ち越しゴールなるか。ディフェンスの見事なブロックです。ラセ・シェーレ、ニコラス・タグリアフィコ、タディッチ、これは相手にパスしてしまいました。このパスはカットされました。ラセ・シェーレ、ダビド・ネレス、パスを繰り返し相手の隙を伺っています。いいパスとは言えません。簡単にボールを失いました。ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。ダビド・ネレス、デヨング、さあスタジアムのテンションが上がります。ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。いい組み立てだったんですが、ボールを奪われましたね。ハキム・ツェーク、デヨンク、この時間はかなり下がっていますね。
タディッチ、勝ち越したい。なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。ボールはエリアへ。いいボールでしたが、ここはクリア。スローインになりました。ノゼア・マズラビー、ニコラス・タグリアフィコ、ゴールチャンス。タディッチ、鋭い読みでカット。パスコースにはディフェンスがいます。狙ってきた。よく前に出ました。キーパーがボールを拾い上げています。このパスは簡単にカットされました。ダビド・ネレス、パスが通ります。この人を自由にさせてしまっているのが今日の試合のポイントとも言えるでしょう。いいカットです。ボールを奪いました。デヨング、タディッチ、ここでためを作ります。見事なスルーパス、キーパー止めましたが、まだインプレー。キーパーパンチング。ダビド・ネレス、ニコラス・タグリアフィコ、ドニー・ファンデベーク、ここで勢いが止まってしまいました。マタイス・デリフト、ダレイ・ブリント、短いパスをつなぎ様子を伺っています。リードを奪いたい。ドニー・ファンデベーク、キーパーが止めた。チームのピンチを見事に救いましたね。コーナーからエリア内へ、マタイス・デリフト。このボールは相手にクリアされました。デヨング、ニコラス・タグリアフィコ、これはブリント、ノゼア・マズラビー、ラセ・シェーレ、マタイス・デリフト。前半終了です。未だスコアレスです。残りは45分、アヤックスのキックオフです。ラセ・シェーレ、ドゥシャン・タディッチ、ドニー・ファンデベーク、デヨング、タディッチ、ラセ・シェーレ、いいパスだ。裏に抜けるプレーが彼の持ち味ですが、ちょっとタイミングが合いませんでした。ドゥシャン・タディッチ、こぼれます。先に反応するのはどっちだ。これはカウンターのチャンスです。さあ、またここからの連携。
ここを潰すことができません。ドゥシャン・タディッチ、ドニー・ファンデベーク、ブリント、タディッチ、気は抜けない展開です。ニコラス・タグリアフィコ、マタイス・デリフト、ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。ボールがこぼれました。ここはクリアされました。ドニー・ファンデベーク、ハキム・ツェーク、ダレイ・ブリント、マタイス・デリフト、ドゥシャン・タディッチ、ブリント、ニコラス・タグリアフィコ、タディッチ、ボールが足につきません。ルーズボールだ。ドニー・ファンデベーク、ここはディフェンスが対応します。ラセ・シェーレ、ドニー・ファンデベーク、デヨング、マタイス・デリフト、ブリント、ノゼア・マズラビー、ダレイ・ブリント、デヨング、これは狙えます。止める、止めます。フレッシュな選手の投入です。コーナーから中へ、タディッチ、ここは旗が上がっています。オフサイドです。このパスはダメでした。通りません。ラセ・シェーレ、ボールを回して味方の上がりを待ちます。タディッチ、これを決めればリード。キーパーの見事なセーブ。近距離からのシュートに見事に反応しましたね。ボールを入れた。中央へのボールはクリアされました。デヨング、前に出しました。低い位置でボールを受けました。なかなかボールが来ません。デヨング、ボールがフリーになりました。このパスは簡単にカットされました。アヤックスの形がいいですよ。ドゥシャン・タディッチ、デヨング、さあリードできるか。ディフェンダーの裏を取るプレーを好む選手ですが、少しタイミングが早すぎたか。選手交代があるようです。残り5分となりました。どちらも膠着状態を打開できずにいます。ニコラス・タグリアフィコ、ダビド・ネレス、ラセ・シェーレ、いいボールが出ました。ここはしのぎました。危険ではありましたが守備が上回りました。デヨング、これは通らず、相手の選手にカットされました。よく読んでいましたね。狙っていましたよ。デヨンク、アヤックスがこの時間でも果敢に攻撃に出ます。タディッチ、ドニー・ファンデベーク、優勢に試合を進めていましたが、ついに終盤で先制点を奪いました。D
ゲームを完全に掌握してゴールを決めましたね。相手チームにとっては非常に厳しいでしょう。シュートはディフェンダーに当たってコースが変わりました。これはどうしようもないですね。ブロックしようとしたんでしょうが、この角度からも見ましょう。このゴールで勝負の行方は決まったと言えるでしょうか。そうですね。これはちょっと、もう試合終了です。アヤックスが勝利をつかみました。これで試合が終わりました。いかがでしたか、福西さん。はい、8点差。